はい。えー、こんばんは、キャプテンコージです。えーとね、今日はね、あの、ボイスレコーダー、スマホに入ってるボイスメモというので、えー、音だけね、録音して、えー、おしゃべりをしようと思います。えー、いつものようにね、あの、ただいまの時刻になりますけれども、 えー、2019年の、えー、4月の8日、あ、違う違う、ごめんなさい。5月の8日、えー、水曜日、えー、よ夜の、えー、22時56分になります。ちょっとね、あの、声だけの、で撮るのは初め、えー、久しぶりなんで、ちょっと、うん、勝手がわからないんだけども、 えー、結構ね、あのー、おしゃべりするのはあのー、動画を撮りながらね、えー、おしゃべりするのはもう慣れてるんですけれどもただねしゃべるというのはねちょっと難しいなということで、えー、ちょっとね、あのー、慣れようと思ってね、えー、しゃべってね風稽古してねおしゃべりがうまくなりたいなと思って、えー、今 ボイスレコーダーもやってみた、見たいなと思っております。そんな感じでね、あの、動画ではないのでね、あの、視聴者さんではなくて、えー、リスナーさんという感じになりますかね。耳だけね、聞いてもらいながらね、えー、心地よくね、心地よくでもないかもしれないけれども、 えー、いろいろね、おしゃべりしていきたいなと思っております。えー、そうですね。えー、今後のね、あのー、キャプテンコージの、行動ですけれども、行動というかね、あのー、予定ですけれども、えー、5月に入っておりまして、えー、もう、早くも5月の上旬が終わり、中、中盤に、 入ろうとしておりますね。5月の8日ね、もう、早いですね。それで、今月のね、あのー、今週、今週のお11日頃は、えー、糸田町のね、あのー、また祭り、祭りがあるんですけども、えー、先日、あのー、地元の祭り、 行こうかなと思ったんですけどね、山笠のあの動画を撮ろうと思ったんですけども、ちょっとね、あの疲れておりましてね、もうあの、にぎにぎしいところはね、もう、ちょっと勘弁してくれやないけども、行ったらもう疲れ、め、どっと疲れるんでね、ちょっともうあの、なんですか、お休みさせていただきました。それで、また今週末はね、あの別の、 隣町のね、あのー、糸田町というところで、えー、人工祭というかね、あのー、山笠がね、またね、にぎにぎしくお,お,おまとりがありますので、そちらの方も行きたくないな <laughs>。行きたくないけども、リスナーさん、あのー、見たいんであれば動画、 なんとか取ってこようかなとも思っておりますがまああんまり人がいっぱいおるところはあんまり行きたくないんですねあの祭りはねお買い物はいいのですけれどもやっぱり慣れ慣れの問題かなと思いますね祭りはもうあのあちこちでやってますんでやっぱり慣れるためにはまあ 行った方がいいのかなみたいな感じですね。まあ行く予定では言いますけれどもねできるだけねあの出かけないといけないと思っております。あのちょうど気候もいいしね天候も毎日いいので、えー、出かけてはおりますがあ祭りともなるとねなんか怖い怖いというかね なんかね、いやーというか、疲れるというかね、そんな感じです。はい。えー、っとね、結構あの、5分、今5分間喋っておりますけどもね、まあ、慣れたらね、そんなね、あれですね、うーん、苦,苦にはならないというかね、 ボイスメモで、えー、いろいろなおしゃべりをしながらやっていければ、また楽しいのではないかと思いますけれども。えー、っと、5月1日、令和5月1日から始めております、新しい試み,ち、ね、試みで、えー、ラジコンね、ラジコンカーのーレストアとかあの、落札とかやっております。 そうやってね、結構ね、あのー、落札は結構楽しいですよね。落札した車がどのような状態になってるのかね。えー、先日は、あのー、タミヤの TT-01 という、あのー、電動ラジコンカー落札しましたけれども、結構ね、あのー、不具合もあってね、えー、 さあのプロポスイッチ入れてねプロポとサーボのスイッチ入れていざ動かしてみようと思ったらあのモーターがねギアがね噛み合ってなくてねモーターが空回りしてねあの走らないというアクシデントがありましたまあすぐにねあの手直しはしたんですけども手直しして先日あの走行動画を上げておりますけれどもね まあ、無事に、えー、走行はできましたけれどもまあえー、落札して、えー、手直ししてねあのなんかた楽しい感じですねでうまくねあの、まあ、走りましたのでね、えー、今あの保管しておりますけどもね自宅保管で。 大事にね使っていこうかなと思っておるんで、あのー、ちゃんとね、あのー、梱包してね梱包中いうかほこ、あのー、がつかないようにしっかり、えー、保管して、あのー、しかるべきところに入れておりますそしてね、あのー、まあ時々、あのー、こんな感じでねゴールデンウィークになってちょっとラジコンでもやってみようかみたいな感じになったらね 1>, あの1台ずつ取り出してね、えー、楽しめたらいいなと思っております結構ねあのゴールデンウィークといってもねあのなんというかねあの暇というか暇ではないんですけどもなんかねあのラジコンカーでもやってみたいなみたいな感じでねなんか遊ぶアイテムがあればね、まあ、ゲームでもいいですし そういうものがあのすぐにねあの遊べるんであればね、えー、楽しいなと思いますのでうんやってみたいと思いますいろいろねあの趣味を持つのはいいことではありますのでうん、えー、レトロゲームとかね今流行っておりますけどねそういうのもやってみたいしあのマリオね スーパーパマリオとかね、えー、とちょうどねあのー、ゴールデンウィークに入った頃ですかね、あのー、テレビもねあのー、ちょっと買いましたんでこれがねあのー、ちょうどゲームができるね、あのー、昔の AV の端子が付いてますのでね えこの中古のテレビ買って,やってゲームもできますのでねちょっとねあの仕事でえお仕事でね行き詰まった時がありましたらゲームをえーちょっとねあのやってみようかなと思っておりますこれもねまたねあの動画に上げていきたいなと思っておりますのでお楽しみにしていてくださいゲームは楽しいよね あの昔のゲームねマリオもそうですしあのギャラガーとかねいろいろ、まあ、昔やあったゲームを、ね、もう一度まあ実況中継ではないですけどもねちょっとやってみたらあの気持ちもほぐれていいかなと思います。 はいえー、ちょっとねあの、長くなってしまいましたので、この辺で、えー、ボイスメモを終わりたいと思います。またね、あのちょくちょく、ね、あのお話ししたいと思います。えー、フリートーク、ね、あの僕はねあの、フリートークもそうですし、もの、ねえー、物を書くというのも、ライター,、ね、イターの仕事も やっていこうかなと思っております。そして、あの、情報配信を、情報発信かね、発信をしていきたいなと思っております。なので、えー、今後ともよろしくお願いします。それではね、あの、リスナーの、えー、方あの、聞いてくださりありがとうございました。またね、あの、ちょくちょく、えー、フリートークさせていただきますので、よろしくお願いします。 ありがとうございました。